中央大学1年の東条ゆうきです。昨日の試合は連続失点やペナルティーが多くて自分たちのペースでホッケーができませんでしたが、残りあと4試合あるので切り替えて今日からまた頑張っていきたいと思います。今日の試合は相手がベラルーシで完全にアウェーのゲームになると思いますが、自分たちが日本のホッケーをして日本が強いっていうことをしっかりアピールしていきたいと思います。応援よろしくお願いします。